ですが徹子ちゃんなんですってそれだけの話でそれほど真剣にやっておりません。いやだけどそれほどびっくりするほどお金ももらってませんからそこでやらさせていただいてる僕も本当にガニ股なんですよ。あらものすごいんですよ、ええ、それでキャスティングされたのかしら。私そういえば岡本さん来るね。なんとなくガニ股だけでなし声もユーモアもまるで本物のルパン三世。貴重だな。そしてその心もまさにルパン三世だったんです。長い25年以上のその俳優生活の20話おつかみになりました。全然つかんでおりません。そうですか、はい、でも楽しみでしょ。いつ虹がつかめるかなと思うと無理ですよどうして虹ってのはつかんじゃいけないんですよ。いいこと言う。追っかけてっても追っかけてっても虹ってのは落ちかないじゃないですか。きっとあれでいいんですよ。普通のトークでこれが出るってすごいですね。